芸界のファンタジスタこと浜野谷健吾選手。今回は浜野谷健吾選手にまつわる面白いエピソードと船券予想のポイントを解説していきます。浜野谷選手がボートレーサーを目指したきっかけは母の勧めによるもの。兄は JRA の元騎手で現在調教助手をしている浜野谷典久さん。将来いい車に乗ることを夢見ていた浜野谷選手はボートレーサーとしての門を叩く。ちなみに騎手を目指さなかった理由はジョッキー養成所は3年間の履修期間があることに対してボートレーサーは1年で卒業できるからだそう。高校を2年で中退、現在の大和養成所にあたる元巣研修所に70期生として入学。冬場は非常に寒く水面が高かったことから苦労するも在学中は同期メンバー3位の8点台の勝率を収める。浜野谷選手といえば人気漫画モンキーターンの主人公肌野健二のモデルになっていることは有名な話。作者が取材のために平和島競艇場を訪れた時に金髪でピアスの若手選手が5着から2着まで追い上げる好レースを披露する。作者が感動したことでモデルに採用される。作中では主人公肌野選手は6号艇から賞金王を獲得。連載中に浜野谷選手もグランプリ優勝戦1号艇で出場するもスタートを立ち遅れてしまい賞金王を逃してしまう。優勝戦前でも快くインタビューに答える浜野谷選手。優しい語り口とベテランレーサーならではの安定したトークでファンの心を離さない。ちなみに浜野谷選手のモットーは口は災いのもと。選手の批判やネガティブなこともほとんど言わないことでも有名。浜野谷選手が自身のレースで最も印象に残っているレースは初めて SG で1着を取った福岡の SG ボートレースダービー。前付けをされて5カドから一撃まくりを披露しており、福岡 SG ボートレースメモリアルでも活躍が期待される。23歳で結婚した浜野谷選手、愛妻家で奥さんの誕生日にブリザードフラワーの開業資金をプレゼント。浜野谷選手は多趣味で有名。ドラムやスキューバダイビング、サバゲーなどアウトドアな趣味から DJ やパソコンいじりまで幅広く網羅している。浜野谷選手のキャッチコピーはトートのエース。東京支部の選手と仲が良いらしく、中でも隅谷健吾選手は心の友と呼べるほど親交が厚い。普段外に飲みに行かない浜野谷選手も隅谷選手からの誘いなら喜んで家を出るそう。師匠は同支部の小津康選手。プロペラグループ O2 ブランドに所属をしている。弟子はいないが同グループの中野二郎選手などの後輩選手の面倒を見ているそう。定界のブルーインパルス池田浩二選手の憧れるレーサーは浜野谷選手。インタビューでは普段クールな池田選手だがレーサーとして人間として尊敬しているようで饒舌に浜野谷愛を語る。今年の芦屋 SG オールスターでは同支部の倉持リリ選手と一緒に優出を果たす。優勝戦は石野孝之選手が圧巻の逃げを披露するも2着3着を東京支部で独占し後輩と猪木を提供。現在49歳でも体の衰えは感じていないという浜野谷選手。近年は周りの選手の旋回技術が上手くなってきていると思っているそうで、特に注目の若手には同支部の栗木翔選手や宮野原幸喜選手を推している。デビュー当時からセンスがあると感じていたそうで、特に万能型の宮野原選手は絶対王者松井茂選手にタイプが似ていると語る。お酒好きでも有名な浜野谷選手、ビールを好んで飲むが体重を気にして現在では糖質オフに切り替えているそう。短期間で体重を調整できるボートレーサーだが、浜野谷選手はフライング休みが2ヶ月あった時に毎日マラソンをしていたそう。なお体重は一切落ちず食事制限も必要と痛感。愛犬のマイロちゃんによく噛まれる。酔っ払っている時にだるがらみをして5針縫う、そこそこシャレにならない怪我を負ってしまう。数年前に6号艇の時には決まって前付けをしていたが、前付けに行かなくてはいけないというプレッシャーでストレスを感じ、現在は外枠でもダッシュで進入することがほとんど。浜野谷選手の直近156走をまとめると以下のようになる。浜野谷選手の船券予想のポイントはどのコースからでもレーンに絡んでくることとインコースの強さにある。リン逃げ率は 87.50% と現在 SG や G1 で活躍する選手の中でもトップクラスの数値と言えるだろう。唯一購入するときに注意しなくてはいけないコースは2コースで、
数値にそこまで現れていないが本人も不得意と公言をしている。2コース進入時はスタートが安定しないことが多く、1コースから5コースまでの枠別スタートと比較すると出遅れ率の高さが気になるところだ。スタートを立ち遅れてしまうと差し場もなくなってしまうため、人気が集中している一般戦などで逆張りをすることで高配当船券をつかめるかもしれない。ただ道中も非常に上手い選手なだけに完全に切るのではなく3着を流すなどして取りこぼしには注意しよう。2度のチャンスがあったものの賞金王はこれまで獲得したことはない。グランプリ優勝はレーサーとしての最終目標と考えているようで、まだまだ諦めていない様子。自身の人生はドラマチックだと評しており、もう一度グランプリの優勝戦の舞台に乗れるのではないかと考えているそう。今年の賞金ランキングでも9位と好位置につけており、まずは目先の福岡 SG ボートレースメモリアルに集中したいところ。獲得していない名誉は残すところゴールデンレーサーと賞金王のみとなっており、ボートレース界を牽引するベテランレーサーの筆頭と言えるだろう。2021年に24乗制覇を成し遂げている浜野谷選手。どこのレース場でも安定した成績を取る浜野谷選手だが、最も得意とするレース場はボートレース桐生で勝率 7.99、 次に次いで 7.98 となっている。逆に苦手とするレース場は鳴門で 6.43、 宮島で 6.56 の勝率となっている。海水水面よりも淡水汽水水面を得意としていることから、浜野谷選手の船券購入時はレース場の水質を必ずチェックすることを忘れないようにしよう。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。少しでも役に立ったよという人はぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。今後もボートレーサーにまつわる面白いエピソードや船券予想に役立ちそうな情報を動画で配信していきますので、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。